お疲れちゃんです。サラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエレジャイデッキ紹介していきたいなと思います。でね、有名なこうアイスイズベビードラ、あとはゴブリンの檻とかが入ってるエレジャイとはね、またすごいなんか違ったね、形で、もう硬いやつ多すぎやんけっていうね、なんか火力高いやつをなんかぶっ込んだ、デッキなんですけども、このね、デッキでこのニココさんという方がですね今世界4位に行っておりますというわけで、多分強いでしょうまあそんな感じでねやっていきます。でこんだけなんかね攻撃力高い、まあ、個体単体攻撃ばっか詰め込んでると、やっぱ小物系きついんじゃないって、まあ普通はなるんですよ。あ、ドビーだ。あの、クラクラとかでもなんか一緒のクランで、結構ね、クラクラ別ゲーで同じクランで、そう、もともとね、なんかめっちゃ昔からの知り合いだったんですけど、やべ、しばとるにしてる。別に知り合いだったって別に今も仲いいんですけど。さあまあそんなわけでね、ちょっと、やっちった。そう、単体しかないと、小物系きついじゃんってなるんですけど、普通はね、まあ、このエレジャイがね、この小物にやっぱ強いんですよね。こう、まあ、ガゴムレ、スケルトン部隊、ゴブリンギャング、コウモリ、まあ、あとネクロとかから生まれたスケとか、全部ね、攻撃してきたやつ、ぶっ倒していくので、こいつのね、能力上。そう、そういったところで、結構ね、こう、火力高い単体しかいないけど、まあ、エレジャイの性能とくらい、組み合わせたら、確かに、なんか小物を倒すユニットいらねえよなっていうね、なんか思いもありますよね。さあここはエリババでも攻めていきます。エレジャイがねこう綺麗に対応されると通らないんですが、エリババがね化け物でした。僕のね受けたダメージとかはるかに初手芝取りにしたんだけどな。でこれがね、まあ、エレジャイの強さかつエレジャイをね防衛させてる間のエリババの強さですね。まあ、ここはしっかりね近距離していきたいなと思うんですけど、ホグライダーね HP 減っちゃったからちょっと怖いですが、まあさすがに大丈夫ですね。いやこれはね、今回の対戦相手がデッキがホグファルチェですね。ホグファルチェだと施設が入ってないので、まあ単純にね LJ を止めるのに 100% ぐらいトルネードを使わないといけないと、ユニットプラストルネ、結構ねコストを割かないといけないというところで、もう逆サイリババがね完璧に刺されますよという条件がね揃ってます。で、まあ、今回だとトルネで近起動されるっていうリスクはちょっと嫌ですよね。まあまあまあ、さあまあこれはなんか真ん中ファルチとね真ん中ユニットでなんか綺麗にしようとしてますよね。さあエリババが強いぞ。でもうちのエリババは舐めてもらったら困るぞっていう。いやエレジャイタワー届く。いやこれでタワー届かねえか。さあ綺麗に守られちゃったな。こうなってくると怖くなってきますが、さあどうなんだろう。キング吸ってもよかったけど、なんかいろいろいるから後ろ取るねぐらいで、さあまあライトニングとかあるとファルチとかをね溶かすのこうすごい楽になってくるんですけど、これもしかしたら逆サイバルキリーホグですね。まあそれはエリババで耐えれたらいいかなと思います。ホグだけ警戒してエリババセッパー、エレキ出してもねファルチのカマに射抜かれちゃうんで、そうそうそう、多分出す必要がないかなって。出す必要ないとか言ったんですけど、さすがに出さなきゃ成り立たないので、いやファルチトルネこう見るとバカ強いですね。さあ僕はこっからどうやってね勝つかっていうとわからないですね。今トルネ使ったな。これなんで俺左端前出さなかったんだろう。このエリジャイ多分バカなんですよね僕ほんと多分なんですけど僕めっちゃバカなんですよね。そうそうそう。でこれエレジャイとザップで飛ぶ。オッケーオッケー、いい。でトルネ使ってウッドも抑えたから、いやうまくね。あでもうちのご両親くんがご両親くんがさ強いですね。グッドゲーム。まあこれはねさすがに相性がいいと思うんですよ。エレジャイ自体相手に施設がないとねもう勝手にダメージ通る、始め出すだけでタワー1本なんなら折れることもねあるぐらい強いので、みんなもね多分架空エレジャイにはすごいね悩まされてるんじゃないかなと思います。施設を入れましょう。ごぼうりですね。さあ待って、今回の相手感染されたら死ります。マジ大丈夫かな怖いんだけど。これ勝っちゃったらなんか病んだりしないかな、心配になりますね。
さあ、まあゴーストインドラはちょっとわかんないですが、まあなんか陸系のデッキって感じですね。でこれもうちょっと受けれそうにないので、もうあのエレージュアイで楽しちゃいますね。エレージュアイで受けたら勝手にカウンターなるんじゃねっていう。でまあ後ろにメガゴぐらい添えてあげますか。メガゴぐらい添えてあげて、エリババ来る。エリババインドラの、まあ、陸で攻めるデッキかな。インドラなんですよ。なんかが、まあ、エレキとか、まあ、なんかの枠がインドラなんでしょうっていう気がしてます。で、まあなんか陸きつそうというか、なんとなくエリババきつそうじゃねっていう思いがあったので、追加して、キースピーねえの良くないですね。うん、綺麗な受けですね。うん、やっと欲しかったな、今。あ、これはキング起動したいけど、なんかゴーストなんかミリでいたから。タルババ。これなんだろうね、インドか。で、ザップはまあ、打ってもいいけど、一発入る程度なら、打たなくてもいいかな。よーし。まあ、インドラはね、僕からしたらエレキも、あのエリジャイもいるので、まあ、無能くんですね。エリババをどう突破していくかですね。エリババにはエリババをかな。さあ、まあ、ヒースピ、トルネ、ザップとか、なんかその辺もうまいこと使ってね。これ、金起動できるんじゃない？この豚くん。豚くん脆いんだよな、でも。オッケー。で、これ、ケツでいいんじゃね？ケツエレジャイで組んじゃえばいい気がするのと、まあ、ここがエリババ来たら、タワー殴られてから、後からエリババとかでもいい気がするし、あんなら無視でもいけそうだな。さあ、ここでもう自然にね、カウンター作ります。で、ミニペッカがね、あのエリババ2発なことをさっき僕学んだんですよね。あ、これだって見て、逆サイの方が入るっていうね。オッケーオッケーオッケー。でザップ僕ザップ下手なんですよね。僕多分使うことがマジでないから、ザップのね使い方が分かってないんですよ本当に。ザップ下手っていうちょっとレアなタイプでね、人気デッキ使うなっていうね、あ、人気デッキじゃねえ、エレジャイデッキ使うなやっていうか、ザップ使うなって思われるかもしれないんですけど、ファイブか。うん、いやでもここで初めてザップを使っていくやっと使った俺。オッケー。で、これもう一回だってエレジャイ出して、これなんか来たっすね。これ、ワンチャンブッパーされるかもしれないですけど、まあ、メガゴだけ出しておけば大丈夫で、まあ、ワンチャンマジアチャで射抜かれたら、エリババでオッケー。これなんならね、カウンターまでありますね。これどうやって止めんだっていう。さあ、ヒースピも添えて、エレジャイがね、歩いていってる。エレジャイが歩いていってるけど、このエリババがね、まず止まらないと。いやー、いいですね。さあ、グッドゲームでございます。マジアチャマザネクインドラか。対空が3枚になった。人気デッキかな。ちょっとなんか珍しいね、形でしたね。まあ、これも相手が施設ないので、かつ、インドラっていうね、もう僕からしたらこう餌中の餌だったので、まあ、噛み相性だったと思います。さあ、ギャング、トゥイントーフ。めっちゃ発音いいな。なんだろう、ギャング、まあ、コカちゃんだったり、ああ、すべて崩れて今ので。ギャングザップだもんな。ギャングザップ。プリンス。ゴレ。ゴレがワンチャン。うわ、なんか全然違うな。これ、メガナイト受けが正解だったのかちょっとわかんないんで。ああ、メガナイトプリンスのコウモリギャングか。いや、わかんないですね。分かった感出しといて全然わかってないです。ごめんなさい。で、これちょっと、受けてあげたい。いやー、痛いな。で、ザップだったからさ、普通にヒースピつけどくみたいなとこあるんだな。ギャング？あ、ファイバーあるんかい。ファイバーあるんか。まあ、メガナイトプリンス、ギャングコウモリのファイバーザップか。今回の相手はもう施設なさそうっすね。エレジャイ、エリバブ組んだら、GG 説がありますね。さあ、まあ、一旦ここはね、防衛のターンかな。で、まあ、僕もこのね、相手の駒の受けが意外ときついので、ディガーを早めにね、トレーナー金起動できたら楽だなっていう感じではあります。ザップ、ディガーで7枚か。あともう1枚、多分出てない気がしますが、どうだろう。コウモリギャングの、で、これ、エレキとかも冴えてるから、逆サイプリンスとか来ると、ちょっと嫌だけど、スケロ？うん。単体だったな。これでもミニペでお散歩できそうだな。オッケーオッケーオッケー。うん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 。いやでもあのプリンス嫌だな、マジ。
あれさ、どうする？いやでも一応受けて、うわすげえ、この見てこの、え、めっちゃボエうまくない？え、これトリトンとかされんの俺？ああこれトレデでね、もうタワー1本折れます。よしよしよし、いやエレジェイ強え、エレジェイとトルネだけでタワー折れる。今の僕のなんかボエもなんかたまたまそうなっただけなんですけど、めっちゃうまかったですねマジでたまたまそうなっただけなんです。本当にそうなっただけで、いやこのボエも別になんならひどいまである、ひどいまであるけど、あなんか火力高いやついっぱいいるから守れちゃうんですよねこれでそう火力高いかんなね。そう普通に止まっちゃった。プリンス受けとかもねすげえきちいきちいけどみたいな、きちいけどエレキ優秀だし、まあ、なんか耐えれちゃうんだよなっていうのがこのデッキですね。あめっちゃいいザップですが守れちゃう。さあグッドゲームでございます。まあ本当にどの試合もなんですけど、エレジェイとエリババが強いだけですね本当に。エレジェイでタワー折るし、エリババで何でも守れるし、気づいたらカウンターで折れてるし、まあヒースピードの相性もいいしみたいな感じで、本当に現環境はね、エリババヒースピ入れとけば、まあどのデッキでもまあ強いですし、もともとねエレジェイとかデッキパワーがあるので、まあそれだけでも勝てちゃいますからね。よろしく。なのでこう今の環境結構高回転とかでやってる人はまあすごいなと思いますし、なんか大変そうだなと思ってます僕はあの今季トラがすげえサボってるんでね、そうそうそう、何でやろうかなって考えつつやってないですけど、何でやろうかな。まあなんかメガナイトエリババ好きなんで、デイリーババかよっていうね。でもホグも練習したいなってすごい考えてるので最近ね。相手これ俺が寝てると思ったのかな、起きてるよ。でもこれで止まん、なんか守られそう、これで守られたら困るんだけどな俺も強バルキリー。さあ今回は遅延型かな、バルキリーなので、アイスイズバルキリートルネの、ロケットクロスというわけで、多分こっから僕はあのクロス一回も出されずに、というか攻めクロスされずに負けちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとだけしてますが、どうでしょうか。うん、多分アイウィズですよね。さあこれアイウィズトルネテスラどう突破していくか教えて誰かめちゃくちゃ難易度高い気がしますねこれは。今回出た先置き、とりあえずね置いとけば最強ですからねあいつは。まあ、暇だから、いやこのアイウィズ下げたらダメなんだけど、マジ暇だからね、削り用で。でまあエレジアイで大丈夫でしょう。あれでもエレジョイだったのっていうね、ちょっとびっくり。ふんふんふん、ふんふんふん、まあミニペぐらい添えてあげて、ふんふん。さあまあ今回突破はできないですね。まあいつ突破できるかってなると、まあすごいわかんないですけど、相手がまあめちゃくちゃ攻めてきたカウンターだったりとか、まあたまたまいつか通ったらいいなぐらいの感覚ではありますよね。相手からしたらこれだってロキ打っとけばいいもんな、ぶっちゃけ。うん、本当にねロキ打っとくだけでなんとかなりそうな。で僕はこれ結構暇なので、ちょっとねこう様子見ながら、お来るぞ。でここはちょっとすぐ守らず、わざと許容して、わざと許容してみたいなことをしてたらさ、ダメかな。うん、あのテスラ厄介だな。あのテスラをどう突破しようかな。なんか微妙にロケット打ちにくそうだけどな、これ。さあ、ザップ。いや、これロケだな。いや、ロケ。イリババ？うわ、めっちゃ強えな、これ。これ突破できんのかな？突破できると思いますか？できるに一票。いや、します。気合で。これ来たらエリババだけど、いやさすがに来ねえか。相手からしたらもう守ってけばいいんだね、こんな感じで。さあでまあエレキにはまあ間違いなくここにはバルキリーでしょうね。で僕はそれをさせたくないので、こんな感じでね逆サイも狙いつつ、いや勝てえ、勝たす。お、でも外してる、外してる、回復もしてる。いやワンチャンある、ワンチャンありそうだけどな。うん、
いや、ワンチャンありそう、マジで。キングで勝てる。来い。いや、来ないか。さあ、まあ、エレキにバルキリー100当ててくるので、追加ミニペで、ヒースピで、さっきみたいにできたらめっちゃいいですね。で、これ、ちょっとロケ撃たれるのやだな。エリババ行って、お、いいね。熱い。これスケとかも処理したいな、ちょっと。ふん。ワンチャン？いやー、でもこれ全部止まるんだよな。アイウィズ杖。もう一回ラストチャンス。いやー、これは、ワンチャン、ワンチャン来た！マジ、これワンチャン。これマジで相手の負け筋。マジで負け筋。って思うけど、どうなんだろうな。普通に突破されちゃうんかな。オッケーオッケーオッケー。よしよし。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。来た、来た、来た。イルジャイもう一周。いやー、あいつ邪魔。いや、ワンチャン？さ、ワンチャン事故んねえかな。事故んねえかな。事故んねえかな。あ、負けた。ないね、これ。いや、なんかね、昨日の動画もね、この遅延テスラクロスで負けた気がするな。ね、なんかこう、守りがすげえ硬いデッキだと、なかなかね、やっぱ突破できないっていうのがありますね。このクロスも強いですね。なんかバルキリーになったことによって、なんか普通によりきつくなったんですね。なんかナイトだったら、なんか突破できそうなのねっていう。そう、まあそういうわけでね。なんか防衛めっちゃ硬いと、まあきついかもしれないですが、施設ない相手にはね、めちゃくちゃ勝てるので、ぜひね、このトルネ LJ デッキぜひ使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。また。